はい、5時半今日はね胸トレやっていきたいと思います。普段は朝にやるか、まあ、仕事終わりにやるかどっちかなんですけども、割とね減量中、まあ、温先生からのアドバイスとして、まあ、朝一でできる限り動いて、そこの後一日の代謝を高く保つということが、まあ、非常に重要だとおっしゃられてたので、朝できる時は元気なうちに朝トレやってしまって、あとはね気合で一日を過ごすというような感じで減量中は過ごす日も結構ねあるかなと思います。ただね今日ねもう朝一5時半っすよ、5時半に来てんのにもう駐車場バチバチに埋まってるんですよね。みんな意識高い、みんな意識が高いというね。はい、その中、朝トレ頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、お疲れ様です。胸トレ終わりました。計4種目ジム終わって今から会社に向かいたいと思います。多分業務開始が7時前ぐらいかな。ちょっとコンビニ寄ってから会社に向かいたいと思います。簡単に今日の胸トレの振り返り、1種目目インクラインハンマーチェストプレス、ハンマーストリングスを使ったインクラインプレス、大胸筋の上部を狙った種目です。割と上部にしっかりと入れるっていうことを意識するので、10発から15発ぐらいでしっかりと本当に上部に乗ってるっていうのを意識できる範囲の重量設定で1種目目しっかりと追い込んでいっております。はい、かなり感覚のいい種目でしたね。やっぱり大胸筋上部っていうのはフィジークにとって上のねこの厚みっていうのがすごい大事なので、1種目目潰すと。で、2種目目がダンベルフライ、山本先生式のすくい上げる系、輪郭をしっかりと作っていきましょうというフラットの
ダンベルフライでございます。これで POF 法にちょっと乗っ取った感じで、最初はまあそんな高重量じゃないといえインクラインプレスはまあミッドレンジの種目としてやって、ストレッチ種目としてダンベルフライをやって、で最後ケーブルで最大収縮狙う感じで行いました。で最後まあ締めのケーブルとはよく言うものなんですけれども、締めのプレートということでフロントレーズをプレートで最後締めで行っております。若干ねこう大胸筋の内側上部もちょっと入れるような感じの意識でちょっと絞りながらね、グッとグッとここをグッと上げながらですね、最後4種目目にプレートのフロントレーズで三角筋の前部と大胸筋を締めて狙っていっております。割と肩の種目の時に三角筋はやっぱチューブリアをメインでやっていったりするので、胸でねインクラインのプレスをやったり、ちょっとねそのフロント狙いの種目なんかも入れ込みながらバランスを見て、やっていっております。はい、今回もいいトレーニングができました。基本的にね大体これぐらいのボリューム感、はい、でやっていくことが多いです。で減量中のトレーニングで意識することとしても、まあ無駄にね時間を延ばすとかレップ数を増やすっていうよりは、しっかりと決められた時間の中で、まあ、翌日ね本当筋肉痛くるようなメカニカルなストレスをとにかくしっかりと与えていって、その回復に ATP を使ってあげて消費カロリートータルのアフターバーンというのを狙っていくのが、まあ、減量も進み筋肉も残しバランスよく減量を進めていけるんじゃないかなというふうに考えております。パーでは朝ねちょっとやっぱいいっすね、筋トレするとテンション上がっていい感じで朝一仕事頑張っていけるかなと思います。それでは今日も一日頑張っていきましょう。限界はこれまでのリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.